たける心を殺すことある。今回の動画は高知県のハリー村長 YouTube さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ダムストーリーない星降る夜も自分の藤村さん、大学チャンネルとちょっと YouTube を作ってます。見たいと思います。ああ、野村さんで。野村ですね。あ、よろしくお願いします。ちょっとあの、ことの季節で言うと、はい、はい、ちょっと、まあ、大学チャンネルと YouTube で、はい、四国に、まあ、その、インタビューしてたいろんな人に来ていて、はいはい、で、昨日ちょっとその、広め市場でご飯食べてたら、まあ、ちょっとチャンネルのファンの人が話しかけてくれて、僕もなんかその、誰か紹介したいんじゃないけど、なんかその、人を探すのをちょっと手伝いたいんだと言ってくれて、うん、で、それでそのゴールドの原さん紹介してくれて、はいはい、原さんから野村さんにちょっとこう紹介してもらったっていう。ああ、そうですよ。そう。で、それで、なんか昨日の今日で、あの、合わせてもらってるっていうことなんですけど。はいはいはい。どうぞどうぞ。野村さん今ここ、もともとは野球選手だったじゃないですか。僕は野球選手。最近はもう別に野球には携わってないってことですか、あんまり。いや、今はね、スポーツメディアホームとか、はい、ネット記事には出たりしてます。あ、そうなんですね。はいはいはい。ここなら、お遍路の接待所です。接待所っていうのは、ここに泊まれるんですか、お遍路施設は。いやいや、泊まれないです。あ、休憩できる。はいはいはい。あ、じゃあその、回ってる人たちにお茶出してあげたりとか。まあそういう感じですね。企業アンケートはいろいろありますよ。来てますよ、こんなのは。まあ中身は見せられないですけどですね。ライブレッスン、野球に関して、野球の関してよ。で、野球、もう一つはスポーツメディアホープですかね、連載でやってますから、九中生やって、今、藤波で第2弾やったんですかね、藤波慎太郎、はい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 、連載になってますんでね、あ、そうなんですね、はい、今ちょっと野球の方に、まあ、あんまりうまいこと書ける人がいないっていうことで、僕になったんですよね。文章ですね。そうなんですね。僕も元々三菱の会社でようやくやってましたからですね。ちゃんとした野球の理論がね、書けるんで。社会人経験もあるってことですか。はい、4年があります。あ、そうなんですね。はいはい。で、ちなみに今野村さん、何歳ですか、年齢で。53です。あ、53。ここで暮らしてるんですか、それとも家はまた別にあるんですか。別にあります。あ、そうですか、はい、お一人ぐらい、ご家族と。いやいや、一人ですもん。あ、お一人暮らしですか。それから新しい作ったんですけど、指導者資格とかですね。 NPB 指導者って何。日本プロ野球協会ですね。あ、でもじゃあ協会からちゃんと指導員の資格ももう得た。取ったすごいですね、はいはい。そういう日本プロ野球協会から別に完全追放とかでもないんですね。ないね。それでも いっすね。はいはいはい。なんかさ、野球界って硬そうじゃないですか。だからなんかそんなん、なんかもう復活させてくれなさそうな、なんか、まあ、野球賭博やったらいかんのですよ。ああ、野球賭博をやればチーム内で、チームでやれば永久追放になりますからですね。野球賭博が自分がかけたじゃなしに、その、なるほどね、八百長で噛んでたりしたらプレーで。ああ、そうか、そうか。はい、昔の黒いギリ事件とかね。なるほどね。それはもう永久追放ですからですね。そっかそっかそっか、うん、そうするともプロ野球、まあ確かに勝負にかかってくるとなかなかね。そうです。それで薬物が捕まった人に関しては、まあ、ちゃんと更生してれば復帰ができるってことなんですね。まあ復帰というかその、
ね、ね、解説というか、その、そういうふうに、もう今回もう18年ですからね。まあそうですよ、18年だって。18年ね、真面目にね、してたらですね。はあ、うん。まあ、まあ、もう、やったことは仕方ないです、もう。それもね、やったことはもう、それも反省して、それも、仕方ないことなんで、前向きにね、うん、生きていこうっていうふうに、その時すぐ切り替えてですね。それも偉いっすよね。うん、だからその、再発しちゃう人もいるじゃないですか。だからそれをちょっと、ね、18年、ね、こう、ちゃんともう、きっぱりスパッと生きてるのがね、すごいですね。うんうんうん。それなんかその、そういう、なんか、心変わりするきっかけとかあったんですか？そのなんかこう、絶対、もう、構成し直すんだとか思ったとか、なんか。だからね、これ変な話かもしれないです。雑誌でですね。はい。まだ逮捕されてない時ですよ。うんうん、女子高生、やはり自分がやるっていうコメントがあってですね。うんうん、そんなもん気合でやめるんだってコメントがあったんですよね。え、女子高生の女子高生、なんか雑誌に載ってたんですよ。私は気合でやめたみたいな感じの。その女子高生って、誰かわかんない女子高生。例えばそれ、嘘か本当かわかんないんですけど。へはいはい。私は中次第に捨ててやめたって。気合いやって、女子高、その思い出してですね。へえ、それが一番、自分を振り返ると、大きいきっかけなんですか？うん、そうです、ね。へえ、はい、はい。すごい面白いですね。何の気なしに買った週刊誌に載ってた、その一言で、うん、あ、もう絶対やめないといけないなっていうのは。うん、野村さんは、はいはい、そうか、野球の成績で言うと、だからさっき言ったような、もうリーグ優勝3回、日本一2回、うん、個人の賞で言うとどんなのがあるんですか？まあ、それはないですね。リリーフピッチャーだったからね、あんまり出場者ついたらいかんところで投げてたからですね。あ、なるほど、なるほど。はい、はい。そっか、そうです。中継ぎの要というか。まあまあまあ、そんな感じですね。出身はコーチなんですか？まあまあ、地元は、ここの近くですね。あ、もうここ近いんですか？西武ライオンズがキャンプ張ってた、春の東郷運動公園っていうのがあるんですが、はいはい、そこの春の出身ですね、僕は。あ、そうなんですか？そうです、そうです。何歳から野球始めたんですか？中学5年やから10歳ぐらいですかね。お、それってどうなんですか？遅いんですか？まあまあ早くはない、ね。それきっかけあるんですか？小5までやってなかったわけじゃないですか？うん、まあ頭坊主にするのが嫌やったんかな、多分。あ、そうなんですか？はい、それまでは何してたんですか？何にも習い事とかせず、そういう相撲？いや、してない、してないですね。相撲は4年の時はやったんですけど、ほうほう、高知県の3つに分けた1つでは優勝してますけどね、中部地区では優勝してますけど、あ、すごい、個人も団体もですね、けど体が小さかったからでもやってもいかんなと思ったからですね。あ、ちっちゃかったんですか当時？でもちっちゃいですよ。あ、そうなんですか？はいはい、今でも169ですもん。あ、そうですか。そっか、写真だとでかく見えるんですね。うん、当時は僕らの時は160センチ台のピッチャーはいなかったですからね。へー、うんうん、それで小学から野球始めたら、そのすぐ上手くなるんですか？だからレギュラーとかなるんですか？いや、そんなにはね、上手くはならなかったですね。あ、そうですか。その、うん、もうその、地域じゃ神みたい、神道みたいな感じ。いや、そんなことはないですよ、まあ最後。中央はね、県大会でベスト4ぐらいまでは行ったんですけど。あ、でもじゃあ、うん、ベスト4まで行くから強い。小学の時はね、まあ、県大会で2回か3回優勝してたんじゃないですかね、強かった。そんな。うんうんうん。それは野村さんの代になってから強くなったのか、それとももともと強い地域なの？もともとちょっと強かったですよ。一つ上の時も強かったですからですね。あ、なので、高知の中ではちょっと強豪地区だったんですね。そうです、そうです。へぇ、はいはい、高校とか推薦で行くんですか？高校の中学3年の時にね、肘を手術したから。あ、中3で肘壊すんですか？うん、肘壊したからですね。中学1、2年生の時にバッティングピッチャーばっかしやらされて、肘を壊したんですよ。で3年になって投げ、なんか痛みながら投げたんですけど、結局3年の2月に手術して、ほうほう、でまあ強豪チームは避けて、まあ普通試合出れるところっていうところでですね、でその僕が行った高岡高校宇佐文校いうところの監督が元プロ野球選手の勝田さんいう人が就任する予定だったから、ほうほう、大事にまあ育てるからということで、その宇佐文校いうところの学校を選んだわけですよね。ああ、じゃあそうか。別にそんなにめちゃくちゃ強いわけじゃないけど、その待遇というか。いや、もうできたばっかしの、ほとんどできたばっかし。新設のね。はいはいはい。
ちなみにそのご家庭的にはどんな家だったんですか。その、まあ、普通の野球やってたんですか。やってないです、やってないです。何のお仕事してた感じですか。親父は漁師だったですね。あ、漁師だったはい、お母さん主婦できるか。まあまあそんな感じです、ね、漁師って絶対に、うん、はいはいはい。兄弟とかいるんですか。まあ、兄貴は5つ上の兄貴がおったんですけど。あ、そうなんですか、うんうん、はい。進路とかはもうその、うんうん、どうしてきても野球まだ野球で行くもんだっていう感じなんですか。もう最初からそう思ってましたよ。はあ、うんはいはい。勉強してもね、頭がええもんなんかね、いくらでもおるしね。はあ、はあ、そんなね。そっか、うんうん。もう野球は小学生がもう花開いたわけですよ、優勝してるとか成績的に。まあけどね、世界低いからプロ行けんと言って散々バカにされましたよね。周りからですね。へえ、うん、そっか。いくらなんか当時球が速いっていう感じですか。武器としてはピッチャーの球も速くてカーブも良かったからですね。ああ、うん、なるほどなるほど。抑えることはできよったですよね。ああ、うん、まあ、大体プロ野球選手なる自体が周りにいないじゃないですか当時も、ね、入ってもプロで活躍できるなんて言ったらまた夢のまた夢やから。うん、でちなみにそこから、高校は、どれぐらいまで結局行けるんですか。その新設の部活じゃないですか。僕はね、入って3ヶ月はピッチングはせんかった。2月やから入っ5月ぐらいまでは投球せんかったからですね。あの医者からも、はい、でそれで夏の大会が終わってからぐらいから2年の秋ぐらいからエースになったんですけど、で結局新人戦は準優勝とか。あ、高知県。あ、はいはい。で、3年の春ですか。それはあの、春大会は準優勝ですかね。まあ優勝。結局、夏の大会は、あの、岡林陽一でヤクルトのエースやった。あれと、ベスト4で投げ合って負けたですからですね。延長でですね。じゃあ、そっか、高校で甲子園には行けてないんですか。行けてないです、行けてないです。そうなんですか。そこから、まあ、三菱重工、三原。あ、社会人野球です。そうです、そうです。まあ、社会人、社会人どこらやってたんですか。もう4年です。ああ、一応社会人野球って、働くんですか、普通に。いや、まあ、昼間で仕事したような感じですよね。あ、じゃあ4年間、普通の、まあ、うん、うん。まあ、社会人野球やってるから、ちょっとは、一般職より、産業量とは少ないんでしょうけど。うん、うん、いや、それは少ないですよ。でも普通の仕事はしてるんですね。してます、してます、してます。普通の仕事はしてます。その社会人リーグの人たちの一週間の生活ってどんな感じですか。はい、毎日練習はあるんですか。毎日日曜日は休みですね。あれ、まあ土日までは都市対抗大会6月の終わりぐらいからの一次予選始まりますけど。それがメインの大会になってきますからね。夏の大会の都市対抗シーズンみたいなのあるんですか。シーズンあります。夏が都市対抗野球メインですよ。それが、うん、それが予選からあって。そう、予選からありますから、ね、高校野球の予選と一緒ですよね。高校野球は四国、中国と九州ってあるじゃないですか、うんうん、その社会人らもそんな感じになりますよね。あ、じゃあ社会人版の全国大会みたいなのがある。ああ、そうそうそう、甲子園的な。甲子園的な、もうそれじゃあ6月から何月ぐらいまで。8月か。6月から始まって、二次予選がすぐあってですね、で結局1ヶ月後ぐらい置いて8月の半ばから終わりぐらいに、僕の時は1年目の時は後楽園やったからですね。はははは。で2年目の時に東京ドームに出ましたからですね。東京ドーム元年でドームが始まった時も出ましたからですね。その時って社会人野球の人たちは給料はその野球の成績で決まるんですか。それともいやそれは普通サラリーマンやから年功序列です。反公務員やからです、三菱なんかはね。そうか、一般の三菱に入った人たちと同じような形でその給料が上がってくる。そうです、そうです。そうなんですか。でそうか、社会人で頑張ってるとプロから声がかかってくるって感じですか。まあそうですね。へえ、うんうん、それで野村さんオリックスからドラフトが入ったってことですか。オリックスから指名、近鉄と指名があってくじ引いて、はい、オリックス当たったからですね。ちなみに当時行きたかった球団があったんですか。なんか気持ち的にというか。別にそんなことないですね。カープ以外やったらどこでもないかなって感じ。なんでカープやったんですか。広島におったじゃないですか。僕三菱重工三原っていうか広島なんですよ。広島県なんですよ。
まあ貧乏球団やしね当時は。そうか、市民球団ですもんね。もうそういう感じでね。そっか、今みたいなあんなね、うん、盛り上がりもないし、なんならなかったしね。うん、ちなみに野村さんが入った頃ってもうイチロー選手とかいるんですか、オリックスまだ入ってきてないんですか。イチローは僕より一つ下のドラフトで入ってきましたから。ああ、じゃあ1個下なんですね。いや、5つ下になります。イチローさん高校卒業ですか。はいはい。でそこからその野村さんオリックスどれくらいいたんですか。7年。あ、7年か。その7年の成績の具合だったんですか。1年目は1年目は、ね、あの2軍やったんですよ。あ、1年2軍やった。ちょっと体とかあんまり調子があんまり良くなかったですね。首とか痛めたりしてですね。で2年目からまあそこそこ活躍しだしてですね。ああ、はいはい。巨人に移籍されるってことなんですね。そうです。それじゃあその7年目のオリックスの成績がめちゃくちゃ良かったんですか。まあ入って3年目がね、成績が一番良かったですよ。へえ、どんな成績なんですか。いやいや、あのだけど中継ぎはあんまり成績はつかないんですけど、まあ、年間11点とかですね、70イニングぐらいに上げて年間11点ですから。あ、みんな抑えてるってこと。はいはい。すごいですね、はい、ドライブの時は、まあ、みんなテレビで見よったらドライブやったら1イニングに5点ぐらい取られてるでしょ。はいはいはい。そうですね。はいはい。そう年間で11点しか取られてる。うん、はいはい。それで4年目にちょっと優勝争いと肩をバチンと痛めてですね。あ、4年目まだ肩痛めてる。痛めてないですけど、またあんま2回あの休んで、5年目の6月から出て、そこから 4失点しか取られてないからですね、優勝争いするときに。へぇ、そうです。あ、いや、そっか、あの扇マジックの時に、扇さんの時ですね。あ、野川さんも、そうか、そうか、リーグ優勝のあの3回っていうのは、そのうち何回オリックス行くんですか。2回です。そうか、2回。じゃあ、オリックスは全盛の時に行くんですね。そうです、そうです。そうです。そうです。それこそ、じゃあ、イチローさんとかもめちゃくちゃ活躍してた時です。あ、そうなんですね。うん、ちなみにそれ、巨人とかの移籍の話っていうのは、向こうから、どんな風にするんですか。アメリカからね、15球団ぐらい来とったんですよ。その時に。若い時はですね。左でね、行きたいって言ったからですね、オリックスも出して金、お金に変えようとしよったんですよね、多分ね、はあはあ、金銭トレードで。はあはあ、けど、まあ、巨人が、まあ、横やり入れてきたみたいな感じになりましたね。あ、その、メジャーに行くのに。はい。あ、そう、メジャーに出すんやったら、日本でも、どこにでも、パリセリフやったら出すんじゃないかということですよね。野村さんの気持ち的にはどっちが良かったんですか。すぐにメジャー行きたかったんですか、本当は。まあ、それ行きたかったですね。行きたかったです、若いうちに。あと、行った時はもう34歳やったですからね。あ、そっか。行った目的っていうのはもう34で、ほんまにね、早いピッチャーというのは日本へ来てないんですよ。おそらく、金選手のうちに初めてワールドシリーズ見に行ったのは僕と西武の中島監督、今の。同級なんですよ。で、向こうで現地で合流してワールドシリーズ見たんですよね。もうあの時にもう行こうかなと、行きたいなと思ったんですけど、ワールドシリーズ見てても球の速さにびっくりしたんですよ。右ピッチャーで140キロ台になっていない、いない、いないです。みんなも150キロ。へぇー。155キロ。僕が見た時はロブ・ネンギューの世界最速154キロ投げた時あったですよね。へぇー。見えるんですか、そんな。それは、まあけど外野の方やったからですね。急に行きたい言うて、そのエージェントの方が、取ってくれたんだよね。はい、はい、あ、でもね、ちょっと戻ると、その、まあ、メジャー行きたいなと思いながらも巨人からも話が来るっていうことなんですね。まあそうですよね。で、それか、それはもう野村さんの意向とは関係なく、オリックスと巨人との間で決まるんですか。それは本来はそうですよ。そうか、お金というか。いや、本来はその FA じゃないから。うん、けどねえ、けど僕はどうしても行きたいという気持ちがあって。フリーエージェントって言って、要は何年かいるともう自由に移籍できるっていうタイミングじゃない時にメジャーに行こうとしてたんですか。そうです、そうです。もう行かしてくれるいう話やったからですね。へぇー、はいはい、それってショックなんですか、その。いや、ショックというか、巨人とかもこれ野球規約違反とかになってくるからですね、あんまりその詳しい話はできないんですけどね。あ、そうなんですか。あんまり野球規約違反とは事項はないかもんですよ。なるほどね。いろいろまあ事項にしましょうか。なるほど、ね、事項にしましょう。もういろいろ部だから来ますから。
はいはい、嫁さんの方に来たりとか親の方に来たりとかいろいろしますよ。それはもうなるほどね。野間さんとしても行かなしゃあないっていう、うん、そんなもうそうですね。ちなみにでもその年俸は跳ね上がるんですか。そうなんですか。もともとも跳ね上がる時やったからですね。あそうもうどん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 上がってきるでしょ。ちょっとポン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 って優勝して上がるでしょ。そっか。したらでもそのオリックス辞める前はいくらだったんですか。まあ一応ぐらいですよね。あでその巨人に行ったらどうですか。同じぐらいですか。それとももうちょっと上がるんですか。もうちょっと上がりますね。倍ぐらい上がったですけど。あ、で中継ぎで2億かかったってことですか。そうですね。そこからじゃあ巨人に行って、巨人何年いたんですか。巨人4年ですね。その間日本一とかなるんですか。でも2000年にね、一度経験してますけど、まああんまりね、前半戦ちょっと逃げ落とされたりしたんでね、後半でちょっと優勝争いに行った時に、まあ、他のピッチャーじゃなかなか要せんから優勝争いで、はあ、当時香取さん、はあ、香取さんが西武の時に僕は優勝争いバンバンして強かったのを見てますから、はあ、どうしても上がってきてくれっていうふうに、はあうんはい、99年も膝痛めたりして、はあ、その時も優勝争い、僕は、まあ、優勝争い強かったからですよ。優勝教育人というか、それはもう経験ですからね。ちなみにその優勝争いの時の勝ってる時に投入される時の気持ちってどんなんですか。そのだってか打たれたら負けちゃうじゃないですか。自分の正義になっちゃうじゃないですか。どんな心境なんですか。ドキドキしてるんですか。それともワクワクしてるんですか。優勝争いはですね、2点差ぐらいまでは、はい、もう宇都宮もでも優勝してたら前後2点差のビハインドってあるでしょ、はいはい、勝ってる負けてる あれはもうすごい緊張感になるんですよ、はいはい、でもうその99年なんかもその福留とか、はい、関川とかですね優勝争いした時に僕はピンチ行った時ですね、はい、もう大きく深呼吸してるんですよ、はい、あこんなやつ抑えたと思いました。ああ、これ楽勝やと思いました。あ、そうか、深呼吸して自分を押し付けてるぐらいだったらと。もう見えたですもん。それはね、僕が対戦しとった清原さんとか、秋山さん、はあ、辻さん、大門西部の優勝者一人、そんなことしませんかと思う。清原さんなら。へぇ。そんな深呼吸はしませんよ。それぐらいですよ、すごかったですよ。普通ね、普段やらんのに、はあ、普段からそんな深呼吸してるんやったらいいんですよ。はあ、そう、ルーティンですね。ルーティンの言葉は僕はあんまり好きじゃないけどね。はいはいはい、バッタールーティンやっても3割ぐらいしか打てないんですから、あとの7割に入ればいいわけですよ、ピッチャーは。でも逆に言うと、その、野間さん結構冷静なんですよ。じゃあ、その、相手のバッター見て、あ、深呼吸してくれたら余裕だな、みたいなことを思えるぐらい、落ち着いた状態でいつもいたんですか。それはもうね、土壇場やったからですね。まあ、中日と優勝争いしとったからですね。昔からそういう性格なんですよ。その、なんていうか、その、ピンチに強いというか、なんていうか、プレッシャーに弱い方もいらっしゃるじゃないですか。いや、それはね、やっぱり、もう社会人2年目の時にですね、はい、野茂と食事したことあるんですよ、同級やから。あ、野茂さん同級生なんですか。同級ですよ。ドジャースでね。はいはい、はい、はい。で、まあ、高知の料理に柳ってあの料理あるんですけど、はい、その柳の高知って、井の商業で一つ上で、甲子園で優勝したメンバーの時の、はい、キャッチャーはですね、はい、死にっていう境で野茂と一緒やったからですね、はい、2年目一緒に3人で飯食うたんですよ、都市対抗の。はい、東京で、うんうんうん、そしたらもう野間も当時から夢やったんですから2年目から、うん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 、野村って野間はなって真っ暗闇になってもみんなが終わっても練習して走りよるぞ、あそれじゃ俺もやらないかなと思ってそこからずっとやり続けたんですよね。それでずっとプロでも持続してずっとやりよったんですよ、そういう練習を。みんなと違った練習ですね。じゃあというか練習場が違うんですね。まず全体練習じゃないし、自分で決めた練習をやり続けるのなんですよね。へえ。やり続けることが大事。それが集中力ですよね。なるほどね。うん。だからメンタル的に弱いとか、はい、よう言うんですけど、はい、今のカープに笹岡監督知らんですかね。あ、ピッチャーもね。はいはい、岡本さん。あの人一つ上で NTT 中国で投げてたんですけど、はい、まあ、飲みの心臓やと言われてたんですよ。うんうん。周りから。けどね、はい、突然良くなって。ほうほう4年目ぐらいに。ほうほうで、プロ入ってカープに。で、大投手になってないですか。ほうほうほう。ああいう、そういう例もあるんでね。ああ、うん。だから集中力だと思うんですよね。
ベースか。精神的に弱いとか言うたら、僕らも今ね、教えてくれて来たり、選手に対しても、精神的に弱いからって言うてね、あんまりええことないじゃないですか。うんうん。うん、だから集中力をつけろということを言いますよね。集中力をつけるための、今田さんさっき言ったような、もう自分で考えた独自の練習ってのを、もう固定でというか。もう腹筋200回やったら200回でもいいんですよ、別に。ダッシュ10分やったら10分距離変えて、毎日どんなメニューでもいいんですけど、うん、とにかくやり続けることが大事なんですよ。まあ今日ちょっとやめとこうしんどいと思うんです。うん、例えば若い子だったら彼女がマチューブラとか、うんうんうん、まあまあザクバラに言いますけど、はいはいはい、そしたら早くそういう練習をやめるようじゃダメですよね、はい、そういうやつやっぱり見てきてますからね、もう深呼吸らしたらもう、あ、こいつビビっちゅうと思いますもん。面白いっすね、すごいな、うん、いやいや、だから普通に自分なんてそんな人生歩んだことだから、そう想像するだけでもなんかもう心臓飛び出るぐらい緊張したんだろうなと思って、うん、緊張しますよ、しますよ。そういう時ってあのわーって言ってるじゃないですか、その球場とかでその、はいはい、いろんな声がするじゃないですか、シャットダウンすると歓声とか聞こえなくなるんですか、集中してると。いや、それ聞こえますよ、聞こえますけど、バッター落ちとることだけにしか集中してないってことですよね。じゃ聞こえてるけど別に気にならないというか、うん、気にならないもう何でもないと思ってるんですか。何でもないってことですね。すごいな、巨人からメジャーに行くのは、もう力落ちてましたからね。けど2回テスト受けたんですよ。自分でプロ、うん、メジャーのテスト受けに行って、受けに行ったんですよ。あ、それで渡米するんですか。渡米しました。へで、ダン、もう当時僕のエージェントがダンの室さんやったからですね。あ、室さんなんだ。そうです、ギリのですね。で、アメリカの草野球があるんですよ。おっさん野球っていう、日本でいう草野球ですよ、軟式の。あれに登板するんですよね。そこで近鉄の佐野とかね、あの僕のピッカリ投法ってやる佐野とかホームラン打たれたらしいんですよ、テストで。で僕はね、そこでまあ3者連続三振で、あんたそんなもん抑えんとメジャー上がれるわけないじゃないですか。で今度は 2A のアトランタブレーブスの 2A 相手に9人投げて、まあまあ完璧に抑えたから、それでメジャー契約になったんですよね。へえ、うん、自分でテスト受けたんですか。そうです、2回受けてですね。で開幕へ入る契約ではなかったんですよ、うん、けど開幕へ入ったのはオープン戦1ヶ月って、うん、13試合投げてソロホームランの2点だけですからですね、20イニングぐらい投げたんですかね。だから実力で入ったからですね。すごいですね、めちゃくちゃ叩き上げで入ってるんですね、うん、いや草野球から抑えて、はい、でそれはその3年間ですか。で僕はね、メジャー行った1年だけです。1年だけです。1年やってみてどうだったんですか。まあね、ちょっと寒かったですからね、ミルウォーキーは。あ、そうなんですか、上の方ですか。シカゴぐらいのところですからですね。開幕をヒューストンでやった時は30度ぐらいあったんですよ。で帰ってきたら氷点下2度やったからですね。わー、すごいですね。はい、もうかなりきつかったですね。ちょっと1年か。それ1年で契約が切れちゃったんですか。そうです、途中で前に落ちたからですね、再契約もなかったから、まあ、日本では阪神から誘いやったんです、阪神と日本ハムと、うんうんうん、ギリギリまでなって、待ったんですけど、もうなかったから、やっぱ日本ハムに入ったんですよね。ああ、そうです、はいはい、そうか、日本ハムから声がかかってたんですか。そうです、そうか、35で戻ってきたんですね。もう投手ですね。もう投手が調子悪かったですよ、その時は。ああ、うん。どれぐらいで衰えを感じ始めるんですか、年齢的には。僕はね、最後、ちょっと今日、2000年ぐらいの時に、ちょっとこう、首を痛めた時に、そこから胸椎から頸椎とヘルニアになったんですよ、少し。最終的にそれでやめたんですけど、そうなんですね、やっぱトレーニングがやっぱあんまりできなくなるんでね。なるほど。結局日ハムは何年ぐらいだったんですか。1年です。あ、それで引退したんですか。それで台湾にちょっと各大元に呼ばれて、元西武の、はあはあ、それでちょっと何ヶ月かやってから、それでもう1年アメリカ行こうと思ったんですよね、っていうの独立リーグ。結局それで終わりました。あ、じゃあ最後台湾リーグで終わったんですか。台湾リーグで終わったような形になってますね。はい、そう、終わってからは何をされてるんですか。終わってからは特別期間、あれもなしに、どうしようか
田舎に帰ろうかどうしようかと思ってましたよね。なんかまああるじゃないですか、指導員になるのか、まあ、解説みたいなのか、台湾の、ね、ピッチングコーチに行ってくれって言われた時でもまた現役やりたかったりとかあったりして断ったりとかしたりとかする、まあ自分でね選んだからね、そういう件で言っとったらよかったなって後で悔やんでも仕方ないことやからね。それそこはお仕事ないですか？特別してなくったですよね。まあ、それなりにね、あれもあったしね。余剰金で暮らすんですか？まあ、それもあったし。ちなみに、その、まず僕は、本当なんかネットニュースかな、なんか記事で読んじゃったやつは、なんか、球場でも、ちょっとそういう、それを探してた時期もあったみたいな、そういうものと出会ってしまったのかなっていう。ちょっと寒いですね。あ、ごめんなさい。ちょっと、それで、あの、鼻炎があるでしょ。うん、排気ガスアレルギーになるんですよね、鼻炎が。ああ。それでスーッとする薬をちょっと処方してもらったり。そうなんですね。ちなみにそれはもう、巨人時代ですか？ブルーウェブ時代。オリックスの97年の最初の春先はちょっと鼻炎がちょっとひどい時はちょっと都合たですけどね。あ、なるほど。ちょっと都合たですけど、まあそこまでね、あの、ひどい鼻炎ではなかった時はその年だけだったからですね。はいはいはい。だからそれで飲んで、まあ良かったですね。成績もまあ、そこそこ良かったからですね。ああ、じゃあそっか。ずっと続けたわけじゃないでしょ。ああ、じゃあちょくちょくその、ピンポイントで大変になっ鼻炎が大変になった時にそれを服用して、あ、いやその時別に合法のものとして普通に鼻炎の薬感覚で服用してた。そうそこからちょっとずつそのちょっと、まあ、エスカレートしたんでしょうね。外国人選手がちょっとずつ覚醒剤を渡されるようになった。いや僕に見せよったんですよ、器具って、あ、器具を、シュシュシュって言われたかって、はあ、ロングタイムで長い間聞くとこれはあって、はあ、それ野川さんも その選手から買うようになるんですか？いや僕はその時はあの必要なかったですよ、そんなそれはです。なるほどね。あのウィル・フレーザーの方のその薬がちょっとそれでまあ鼻炎が少し収まるよとかですね。なるほどね。はいはい。でじゃあそれちょっと結局一回ねカップに入れて飲んだらねちょっと浮くんですよ、体が。その覚醒剤っていうのは、あんまり投げるにはいかんなと思ったですね。浮いてしまうんですよ、体が。ふわっと。じゃあ、その時も別に、いや、そんなにそう。いろんなのはあんましてないですよね。なるほどね。はい、ちなみに今その、薬やっちゃったっていうのは、あの、やっぱその、試合が、その自分のプレーが思うようにいかないことへのストレスみたいなこともやっちゃった原因にあるんですか？あ、それは全くないですね。あ、それは関係ないんだ。それは全くないですね。お酒の方もね、現役時代がいかに飲まないかっていうことを考えてましたからね。あ、そうなんだ。いかに結構飲めるんでね、いかに次の日に。なるほどね。で、まあ、どっちかというとコーチ戻ってきて、なんか何にも目標なくなっちゃって、やることないからやっちゃったぐらいの感じですか？まあ、その間の1年間ぐらいは、ね、結構ハマってたんじゃないですか、逆に言うとですね。あ、暇だから。暇だからですね。なるほどね。今も多少お金の余裕もあるしっていう感じでですね。あ、暇と金があったからってことですね。暇と金があるしっていうことでしょうね。なるほどね。あれはいるんですか、さっき言ったそのスター選手 の代わりにみたいな。そうです。まあ何年か前にね話題になったあの選手ね、エクスタシーは100錠ぐらい仕入れてましたよ。それ野村さんは仕入れるんですか？そうです、頼まれるからですね。あ、頼まれて、一緒に行ったその巨人軍の選手に渡してたんですか？いや、まあ、巨人って、まあ、約1名ですけどね。約1名ですけど、そういうふうにしましたね。もともとアメリカでね、MDMA のあの朝までディスコで踊る薬やって言って、死人が出てるっていうことはね、聞いてたんでね、脱水症状で。そういうのは全く飲まなかったですね。あ、でもそれ MDMA 合成覚醒剤ですね。じゃあ MDMA とかを仕入れるのは何とか仕入れ先というかその指令がいたんですね。日本とかですね。その仇の人でですね、ちゃんとした。なるほどね。はい、売人でもないですよ。
そうですね、その、うん、仇の人が売人とちょっとつながってるのか、うん、そうそうそう、いくつか人が挟んで、野間さんがそれをもらうっていうルートがあったんですけど、うんうん、はい、高知に入ってからその薬は初めてやるんですか？あの、ああ、そうそうそう、それは、その時はちょっとこう、まあ、いろいろあったからですね、書類を読まないかんとか、離婚の裁判とか、あ、うん、ちょっとストレス、それはストレスじゃないです、全くはっきり言いますけど。あ、ストレスじゃないですか？そんなストレス感じませんから。ただ単に書類整理とか、うん、どんな弁護士雇ってもいかんから、勉強せないかんからですね。そういうので使ってました。うん、それで範囲になるからってことですか？いや、集中力がつくからですよ。書類整理。書類整理が書類を見て法律を覚えるってことですね。へ、それでじゃあその後、バレて捕まるってことなんですね。まあ、結局、捕まり、うん、逮捕されたことですね。それ家に来るんですか？家に来ました。それでその所持してるのが、もう尿検査に出たからですよね、多分ね。そういうことか。まあ、強制に同行ですよね。なるほどね。それで結局どんな判決になるんですか？まあ、1年6ヶ月の実刑の執行猶予3年です。はあ。じゃあ結局何日ぐらい留置されるんですか？僕はね、保釈とかはせんとおとなしくしてましたが、45日ぐらいですかね。あ、45日間でも留置されて。うん、そうそうそう。で、その時、どんな心持ちなんですか？その、あの、まあ、捕まってしまって、まあ、まあ、離婚の両親とかには、ちょっと心配かけるわけじゃないですか、一応。まあ、親じゃね、まあ、もう、だいぶ前に亡くなってますからね。ああ、そっか、お母さんとか。まあ、うちの袋もね、まあ、そんなね、本人任せやからですね。うんうん、まあ、後悔に先に立たずっていうふうな言葉をいろいろ、ね、さっき教えてもらったりしてましたからね。なるほどね。うん。自分のやったことは全て自分の責任やからというふうに教育されてきてましたから。なるほどね。進路も自分で全て決めてましたし。ちなみに、その、留置されてる時っていうのは、その、釈放されてからどうしようとか、なんか将来のこととか考えたりしたんですか？その、やっぱ結構、その、捕まっちゃったとかしたら、本当だったらその気になれば、セカンドキャリア的に、その野球のコーチやるとか、そういう道があったかもしれないじゃないですか。その。だから、まあ、開き直ってたんでしょうね。野球界から足洗うぐらいわがまましてましたからね。ああ、そっか、ね。もう単独行動。はい、もう優勝旅行3回行ってないですよ、僕はね。あ、そうなんですか？はい。優勝3回して優勝旅行3回行ってないです、僕は。たった2ヶ月のオフになんでやろう、普段顔合わせとるやろうとは、顔合わさないかんな、みたいな感じですもん。なるほどね、うん。そういうところもあったから、うん、そうか、でもその時も、ふてくされてって何も考えてなかったから、捕まってる時も、なんかその、将来像みたいなの何も考えてなかったんですか？将来というか、今時、野垂れ時の人間なんかいませんからね、昔と違いますから。うんうんうん、どうにでもなりますよね。そういう感じで思ってました。ああ、特に、うんうん。どうにかなるかなって。うん、どうになるって。俺、そういうぐらい勝負強いって、人生において。なるほどね。自分、人生において、それぐらい勝負強いって思ってましたもん。なるほどね。土壇場でひっくり返せると思ってましたもん。はあ、なるほどね。はい。その時にもう覚醒ならもう やるのやめようと思ってるんですか、気持ち的に。いや、もう思いましたよ、もう。うん。ああ、まあ、無駄ですもんね。うん、まあ、逮捕された時は少しホッとしたかなというのがありましたね。へえ、それなんでですか？まあ、バッとこう、留置される時に、うん、もうこれでも、やっぱね、やりる時はね、うん、ちょっと切れてくるとね、うんうんうん、この周りが誰かに見られてないかな、通報されてないかなとか、そういうのがあるんですよね、やっぱりどうしてもね。猜疑心的な。うん、猜疑心的なもんがあるんですよね。そういうなのが結局、辞める原因にはなったと思いますけども。ああ、なるほどね。まあ、そういうの やりながらでも、そこまでしてリスクを負いながらでも、僕にとってプラスになるもんではないかなかったからですね。あ、でもじゃあそういう気持ちにスッとなれたわけですね。うん、そうです。やっぱそのよくね、覚醒剤やってる人ってすぐさもう一回やっちゃうじゃないですか。うん、寝てもね。でも、どうせ別にだって一回逮捕されただけでその後も逮捕されてないですもんね。そうです、あのサンジャブラ出てた時でもですね、はあ、全くやってないんですよ、何にも。やっとったら逮捕されてますから、特に。あのサンジャブラ出てた時で、あれですか、もじゃもじゃな髪の毛で、そうです、ひげめっちゃ生えてて、はい、あのなんかマスコミに罵声浴びせてるみたいな時ですか。
あれね、何時間も喋らされてですよ。カットしてるんですよ、全部。あ、そうなんですね。なんかあれってテレビで見てたらなんか開始5秒ぐらいでもう切れてるみたいな風に見える。そんなことないですよ。あ、そうなんですね。まあ要するにそのねえ、某ねえ有名選手パーンって、まあ、ピーって出してくださいね、はいはい、ちょっとピーですけども、はい、のことで喋ってくれって言うじゃないですか、はい、ずっとしゃべってて何が聞きたいんやと言うたのが1時間半ぐらいですよ。ああ、はその怒ったとこだけ切り取られちゃったんですか。そう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 あ、そうなんですね。ちゃんと取材には応じるとみんな一般と、うんうんうん、もっともっといろいろ喋り出してきたらキリがないじゃないですか。まあそうですね。まあ廃人みたいに言われてですね。当時何してたんですか、ちなみに。そう、確かにあれ見栄えで言うと廃人なのかなって思っちゃったんですよ、確かに。あれはね、アングルとかあるかもしれないんですけど、ほうほう、ヘルメット姿で登場したのは、はい、自分のあれをちょっと直しちゃったんです、回収しちゃったんですよ、自分自身で。あ、そうか、大工作業をしてたんですね。はい、なるほど。だいぶ作業するときに、もうヘルメットって基本なんじゃないです。ほうほう。もう使うっていうふうなこと、了承もなしにですね、勝手にやったんです、あれ。あ、映像を使うかどうかも、許可も取られずに流されてると思う。うん、そうです、そうです。じゃあ悪意のような感じがあるんじゃないかなと思いますね、逆に言うたらですね。面白おかしくね、やった方が多分、みんな喜ぶだろうみたいな感じで、やられちゃったかもしれないですね。まあ、それはそれでいいんですけど、別に深くは考えてなかったですけどね。なるほどね。うん。で、その、村さんが、で、なんか何もやりたくないなというか、やる気ないなって時期があったじゃないですか。はい、はい。そっからこう、今、ね、野球を教えたりとかって、ちょっとずつその社会復帰していくのは、どんな手順なんですか？まあまあ、今ここにおる、ね、この、お辺ですわ、接待所。はい、はい。無料接待所で、この工事をやり出した時から、ちょっと周りのみんながこう支えてくれたっていうのはあるんですかね。あると思います。あ、あるんですかね。あると思います。みんながですね。あ、最初じゃあ、お遍路の、この接待所のボランティアからそれがスタートするんですか？自分の社会復帰というか。うん、最初アルバイトでその工事をやったんですよね。あ、工場作業、ね。うん、工場。それ終わってからはちょっとこう、みんなでボランティア活動の中に、お遍路に特別興味があるわけではなかったんですけど、はい、まあ真面目に心に気するものがあったのかなと思うような感じですよね。ボランティアなんて聞いたこともありませんしね、今まで。うーん、うん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 。なるほどね。そっか、お遍路やってる人も確かにいろんな人いますもんね。はい、なんかその、はい、自分の追い戒めるじゃないけど、うんうん、過去の反省のためにやってる人とかもいるんでしょうね、きっと。うんうんうん、その野球に再び関わり出すのはどんなきっかけなんですか？それは2010年に自分で会社開いてやって、自分が育てて中に入って交渉しようと思ってたんですよね。っていう会社始めるんですか？始めてたんですよ、2010年に。それはどうやって、その誰が声かけてくれたんですか？自分から？僕が一人で考えて自分でやったんですよね。へぇ、はいはい。あ、で、そこぐらいがちょっとずつやる気が出てきたんですか？そういう野球に。うん、やる気が出て、第一号に、まあまあまあ、僕の社会人の野球の先輩、辞めた先輩ですけど、うん、その親父やったんですよ。それでどうにかプロ行かしてほしいから何とかあって、136キロぐらいしか出てなかったんですけど、まあ140、148出るようになりましたから、1年でね。あ、頼まれたんですね、俺の息子教えてくれみたいな。はいはいはい。でもそういう教える理論みたいなのは、どこで勉強したんですか？最初からですか？それも現役の時からずっと見重ねですよね。なんか書物読んでたら教えてたかわかんないけど、トレーニング方法とか。それとも、自分の画流で蓄積してたんですか、その情報みたいな。で、それはもういろいろな本も読みました。ところだけ吸収しようと。人によってね、体の体質も違うから。教えるの方があったんですね、普通に の本読んでも、これ役に立たんなとか。ああ、これ、いうこと書いとるなとか、いうのはもともとありましたね。はあ。もう、最後には自分自身の確立はされてましたけどもね。教える。教える方法、ね。もちろん、はい。なるほどね。はい。だから、チームで教えるわけじゃないんですよね。要は。そうそうそう。個人的に教えてくれるときれば教えてる感じですよね。まあ、今のうち、もうこういうふうに、ね、今、スポーツメディアホープの方で連載してくれてますから、あ、そうか、今、記事持ってるって言ってましたもんね。はい、はい、はい。そ
そこの記事はどんなこと書いてるんですか。いやいや、どこ悪いのかいいのかとか、後半か、菊池投手、菊池雄星は後半なぜ勝たなかったかということを解説してるんですよね、第1回は。へぇ、第2弾はまあ、藤浪晋太郎、阪神の、復活するのはどうしたらええかっていうことだ、まあ、それは1回、2回連載してますから。へぇ、うん、そう、それをノルマさんの分析と、はい、解説をやってるわけですね。そうです。へぇ、なるほどね。はい。今はだからそれ、まあ、このお遍路のボランティアの活動と、まあ、昭和ですね。うん。まあまあ、農園ですね。まあまあ、名刺、まあ、あれですけど。あ、そう、農業もやってるんですよね。はい、はい、はい。昭和？昭和を去年やったんですけど、はい、まあ、あんまり良くなくて初めてやから、はい、まあ、今年から本格的にやろうかなと思ってですね。なるほどね。はい。それで YouTube もやってるんですよね。まあ、一応、その、仲間の人たちとですね、よろしくお願いします。農業のむさん。きますね。農業のむさんですね。農業のむさんですね。農業のむさん、もう大したことない農業のむさんですけど。へぇ、はい。なるほどね。まあ野球のことも語ってます。野球と農業のチャンネルなんですね。はい。へぇ、そうです。ちなみにその、一番これまで振り返って楽しかった時期はいつですか？人生。あんまり人生に関して楽しいってこと、現役の時はね、やっぱプレッシャーがあったから楽しいなって思うと、もう楽しいと思われんよな、うん、感じがありましたね。楽しいと思ったらいかんなっていう自分がありましたね。なるほどね。けど、結局アメリカ行った1年が一番楽しかったんじゃないかなと思いますね、今思ったら。それだ、当選してるからってことですか？まあ、本当のね、その、僕は、ベンチから、その、本当の160キロってあるんですよ。本当のそのもう綺麗なるバーンと爆発するよね、160キロ。それをね、ワールドシリーズで実際見に、1997年で見てますから、玉のやつは。それ目の前のベンチで見てみたかったんですよ。あ、それ本気の160キロ球を、うん、そう、160キロか155でもその生きた球を、ベンチから見て、同点に追いついてほしい、逆転してほしい、逃げ切ってほしいっていう時の、どっちの味方、敵味方に限らず、その投手のその、すごい球見てきた、見たかったんですよね。へえ。そうか、自分が出る出ないとか関係なく、普通にベンチに行った時もちょっと観戦しながらワクワクしてたんですか。ああ、はい。へえ。ワクしてましたね。やっぱめちゃくちゃ好きなんですよ、野球がね、野村さんね。いや、やっぱりそれはね、うまくなろうと思ったら好きにならなければいけないしね。で、今振り返ったら一番楽しかったんじゃないかなと思いますよね。今はどうなんですか。もう今はね、一番、まあ、スポーツメディア本部の方で連載やってくれて、はい、苦節18年みたいな感じですかね。苦節18年、はい、我慢してやってよかったなと思いましたね。我慢してですね。あ、学生さん辞めてから18年ってことですか。そうです。一回もその18年間やりたいと思ったことないですか。やりそうになったこととか、なんですか、誘惑にみたいな。まあ、全くありませんね、それは。へえ。はい。それなんかあるんですか、そのコツというか、こういうことのおかげで自分今までその再発せずに済んでるなっていう。まあ、再発っていうか、拘束されるとかね、はあ、いやし、そのもうさっきも言った通り、そのもう一回やっても誰かに見られてるってあると思うんですよね、また。そんなのはもう分かりきったことやから、もう。なるほどね。はい。目の前にあったらみんなやるって言うんですよ。はあ、目の前にあっても絶対やらんですよ、それは。はあ。それ以外もう堅い人で決めたんですよ、やらないってね。もうそうね、あれはないですもん、その、やる。メリット。メリットはですね。はあ。まあ、それはそうですよね。何がね、やってね、よりもっとプラスになって帰ってくるようなことがあるんやったらですね。危険を犯す可能性も出てくるかも、そんなもんはないからですね、うん、今の僕にはですね、まあ、しかも今ね、いっぱいその守りたい環境もありますもんね。連載も持ててるし、はい、ゲームも教えてるし、はい、で、こうやってね、お遍路のアルバイトもさせてもらったわけですもんね、はい、裏切らないですもんね、そういう人ですよね。まあ、それはね、安心してくれてるからこうやって任せてくれてるんじゃないかなと思いますよね。なるほどね。もう今、充実してると思います。はい、はい。今の目標なんですか。目標はですね、まあ、これから僕の持ってる野球の技術と今まで勉強してきたもんがですね、
まあ、世間に認められるという気はあると思います。これぐらいいけるんだと、それから、まあ、一人でも多くプロ野球選手に送り込むとか、一人でも多くその実力を伸ばして甲子園に出てほしいとか、そのレギュラーになってほしい、その目標は人によって違うと思うんですが、それね、そういうふうなことにね、ただもうそのひげの村、ヘルメットおじさんの時じゃない、ちゃんとした野球の理論じゃなしに、理論というのはそのへりくつですからですね、僕からすればですね、人によってこうケースバイケース、そのシチュエーションで変えれるっていう柔軟さも持ってますから、頭でっかちになった理論ではないですからですね。なるほどです。はい、それ使ってどんどん結果出していきたいってことですね。そうです。ああいう講演とかしたんですか、学生でちゃんとそういうその辞めた人の経験談としてというか。もうあんまりね、人前で喋るのは実はあんまり得意ではないんですけども、やはりもうね、僕はね、なんで僕に来ないんかなと思ってるんですよ、逆に。僕ね、もう辞める実績もあるじゃないですか。辞めた実績がですね。そう、18年辞めれてるじゃん。はい。これからはちょっとこう、ねえ、ちょっと、僕に来なければいけないんじゃないかなと。あ、じゃあ、逆に言えば、あったらオファーお待ちしてますってことですね。お待ちしてますじゃないですけど、まあ、高橋昇さんの僕は、まあ、ファンやったんですけども。高橋さんがやるんやったら僕やった方がまたマシかなと。あ、そうか。いや、まあ、実績的にはですよ。そうか、辞めてる年数的には、ね。年数的にはですね。僕の方が説得力あると思いますよ。準備しとけば、いつか来るんじゃないですか、普通に。それこそ。え、だって、あれ、それ、野茂さんだって、中国、四国地方って初のメジャーリーグなんですよね。まあまあまあ、そうですね。その肩書きあってすげえ面白いけどな、はい、普通に。そんなもん、それ辞める公演どうだって、公演がいらんがよ。野球だけ教えて。あ、なんか野球何やの、公演が普通ちゃうってライバル意識じゃないけども、何なんその公演を、公演を舐めたらいかんと。一回ぐらい喋りたいですね、僕は。もうね、まだ辞めてるか辞めてないか分からんような中途半端な、そのこれまだ実績を作ってない人よりかはですね、18年辞めてる僕が必ず公演で力説する方がですね、説得力あると思うんですよ。いや、他人を気落とされてもいいと思うんですけど、いや気落としじゃないです、気落としじゃないです。18年もやめてるから、なんかそれなりに喋れるよってことは伝えたいってことですね。はい。あ、いや、いいと思います。いや、だからもうね、4、5年ね、あたりでね、なんか俺やめたぞみたいな感じのね、パフォーマンスは僕はあんま好きじゃないんですよ。いやいや、パフォーマンスだ。4、5年の間のパフォーマンスで、ただ語る、もうこっちは完璧な、こう、もうそのボランティア活動もして、はい、農業もやって、耐震耐風にもなって、それで野球のそのまあ言うたら藤浪とか樋口雄星みたいなバリバリのメジャーの解説の依頼も来てるわけですから、うん、まあついて回りますよ、一生ついて回りますけど、やめたということに関してはですね、皆さんお願いします。わかりました。絶対僕の方が適切ですから。なるほど、うん、はい、喋るのはですね、お待ちしてますって言ってますね。ありがとうございます。面白かったです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、はい、どうぞ。